こんにちは、コウジです。今回はプリント機材のお話です。これからプリント屋を始めようって方や、すでにプリント業をしていて機材の入れ替えを検討している方以外には、意味のない内容になるかもですが、どうぞお付き合いください。でですね、先日ユーロポートさんのホームページ、今表示してるやつね、これ見てたらですね、この DTF プリンターというところね、ここを見ていたら、突如ね、この美巻エンジニアリングさんの TXF150 の75っていう機械が登場していたんですよ。で、まあこれ新発売なんでしょうね。正直ですね、今機材を買う余裕なんてないんですけれども、まあ僕の動画を見てくれている方はお察しいただけると思いますが、衝動買いでね、車を買っちゃったんですよ。ちょうど今の車の買い替え時期っていうのもあったんですけれども、新車の必要性はなくて安い中古でも良かったんですが、その車が発表された瞬間ね、もう一目惚れで注文しちゃったんですよ。まあ軽自動車なんですけどもね。でも軽とはいえ、今時の使い勝手のいい安全装備満載の軽自動車って200万円以上しちゃうんですよね。で、これが値段はあれか、あった、143万円。こんなもの今買えないよね。今ね、この機材の入れ替えなんてもってのほかの状態ではあるんですけれども、今使っているガーメントプリンターですね、SCF2000、 これがメーカーの使用耐久年数ってあるんですけれども、それが5年なんですよ。で、今9年使ってるので、もう大幅にね、耐用年数を超えて運用しているってわけなんですよね。でね、このガーメントプリンターね、これね、今新しいモデル SCF2150 になっているけれども、これが壊れたらね、仕事にならないし、仕事をどうしようって考えなきゃいけなくなってくるのね。そうね、耐用年数を大幅に超えているということで、そういったね、壊れたらどうしようという恐怖を絶えず持ち続けて仕事している状態ではあるんですよ。で、まあそれなのでね、今の機材が壊れる前にいろんな機械をね、やっぱり知っておかなきゃいけないなと。で、前にはね、この GTX Pro をね、これと比較していろいろ調べたりもしたんだけど、今 DTF プリントっていうものにも、もうものすごく興味があって、で、そちらを調べたりもしています。でですね、この TXF150 の75がですね、メーカーさんのホームページを見たら非常に興味深かったわけですよ。で、今ちょっとメーカーさんのページ開きますね。ここですね、美巻エンジニアリングさんで、製品としてはね、こういった大型の産業用のプリント機械を大量に扱っています。扱っているというか、もう製造しています。で、長野県の会社で、日本国内生産なのかな、多分そうだと思うけども、関連企業として外国にもいっぱい企業あるからね。で、これの目的別で T シャツプリントっていうところに確か、これだけがあるんですよ。まあ他のは反物をプリントするような機材だったりするんですけれども、まあこれがですね、もう何が興味深いかっていう部分では、まあ先ほど言ったような日本国内メーカーであることで、あと他社プリンターの改造品ではないことっていうのが真っ先に挙げられるんですけれども、これのね、このサプライ品、ここでまず驚きました。これね、カラーインク 600ml で9000円なんですよ。で、これになぜ驚くかというと、エプソンの今使っているガーメントプリンターのインク、カラーインク 600ml のボトルを買うと 25,630円。25,630円で 600ml なんです。もうね、こっちはね、税込み9900円。なので、税込み価格で 2.5 倍ぐらいの差がある。で、ホワイトインクですね。ホワイトインクは9900円。金額は統一してるんだけど、容量がちょっと少ない。500ml。で、500ml で9900円ですが、こちらもまたエプソンさんは 600ml で 25,630円。で、1ml あたりの金額にした場合、2倍ぐらいの差になってくるのかな。エプソンさんの方が2倍ぐらいインクが高い。これはですね、まあ印刷時に使うインクの量が同じかどうかというのは限らないんですが、
まあ2倍も3倍も違うっていうことはまずないと思うんですよね。でそう考えて、もし使う量が同じくらいと仮定した場合、このインクにかかるコストが半分で済むっていうことですよね。で、僕の場合、エプソンのインク年間で今40万円ぐらい買ってるのかな？年間1000枚か1000枚ちょいぐらい。もっとしてるかな？うん、それぐらいで40万円ぐらい払っているので、それが半分で済むっていうことはね、20万円違ってくるということ。これが2000枚、3000枚、4000枚と、もっとね、いっぱいプリントする人になったら、もっともっと差が出てくるということですよね。まあ2000枚印刷したとして、1箇所帯700円ぐらい儲けたとしたら、140万円の利益か。ああしたら2000枚ぐらいプリントしてるのかな？うん。まあその2000枚の中には消化プリントがあったり、プリントシートのプリントがあったりだけどね。で、本体価格は先ほど言ったように、143万円、税込みね。で、これがエプソンの新しいモデル SCF2150 だと163万円ほどなので、まあ20万円ほどしか安くないんだけど、 SCF2150 じゃダイレクトプリントもできて DTF もできちゃうんですよね。なのでまあ SCF2150 通常で考えたらそっちの方が圧倒的優位なんですが、このインクコストがね半分以下っていう部分はね、もう見逃せない部分になってきますね。でもよくよく考えたら、今年に入ってからガーメントプリンターを使うプリントでダイレクトプリントと DTF プリントの比率が、ダイレクトが2割に対して DTF が8割なんですよ。微妙ですよね。でですね、そのダイレクトプリント2割のうち半分を DTF に切り替えてもらったとして、売上は1割減りますよね。ただ代わりにインクコストが半減します。迷うラインですよね。ただ今使っているガーメントプリンターが壊れたら DTF プリンターも買い替えの選択肢に入りますので、この三巻さんの機材については突っ込んでいろいろ聞いてみたい部分はあります。例えばですね、エプソンで苦労しているホワイトとカラーのズレ、これをリップソフト側で1ピクセル単位で調整できるのかとか、付属リップソフトの使用感はどうなのかとか、まあ使い始めてから分かるようなことを事前に聞いてみたいです。あとカラーインクのみで DTF が可能なのかも聞いてみたいですね。現状ですね、エプソンの機械、黒とか青とか濃い色でインクをそこそこな量使えば、カラーインクのみで DTF プリントができています。そしてそのね、このプリンターでの発色とかね、プリントの質感も確認したいんで、一度ね、これも展示会とかやっていたら見に行きたいですよね。ただね、少し気になることがありまして、ここですね。DTF プリントに向けて当社が提供する製品は、プリンタとインク、リップソフトで、ここからですね、転写シートの作成に用いるフィルム、ホットメルトパウダー、パウダー添付装置、および誤加工機、熱プレス転写機などについては、プリンタ販売時、当社の推奨仕様をお客様に提示いたします。ってなっています。で、まあ、このパウダー添付装置および以降はね、ほんとね、この三巻さんとは全く関係のない機材だから、もうこれはしょうがない。しょうがないんだけど、この転写シートの作成に用いるフィルム、ホットメルトパウダーっていう部分ね、これがね、非常にね、重要な部分なんですよ。もうね、このホットメルトパウダーとフィルムね、これがね、DTF プリントの仕上がりをね、ものすごく左右するんですよね。これね、このプリンターがね、どんだけ綺麗にこのフィルムにプリントができる機械だとしても、このフィルム次第ではね、色がムラになったり、あと隣り合うインク同士が滲んだり、あと転写した後にフィルムを剥がすときにね、剥がれが悪くて、で、プリント、T シャツについたプリント部分が欠けたり、色がね、剥がれたり、そういうことがね、あったらね、もう業者としてはがっかりです。この機材がいくらどんなに素晴らしくても、フィルムでそれが起きるんですよ。で、このパウダーね、ホットメルトパウダーもそう。以前に私、ユーロポートさんで扱っている、
パウダーを2種類比較検証して動画にしたことあるんですけれども、やっぱりね、伸縮性とかがね、そのパウダーによって全然違った。片方は引っ張ったらパツパツパツといっぱい切れ目が入ってクラックだらけになるし、片方はもうものすごく伸びるしみたいな状態。しかも柔らかくて伸びのいいパウダーだった場合、手触りとかも変わってきますよね。まあ、DTF プリントっていうのは表面ね、貼り付ける感じだからゴワゴワするのは当たり前なんだけど、伸縮性がいいパウダーで、プリントしたら多少はね、そのゴワつきがね、緩和できると思っています。要はね、このフィルムとパウダー次第でプリントの品質がもうものすごく変わってくるの で、この機材の性能を押し量るにはもうね、品質のいいフィルムパウダーがないとダメなんですよね。なのでね、美巻さんにはぜひね、高品質な美巻エンジニアリング製 DTF フィルムとホットメルトパウダーを純正品として作っていただきたいですよね。せっかくね、日本国内でこのね、機械を開発設計して作ってくれているんだから、そのね、フィルムもね、今ね、ほぼね、中国頼りなんだよね、この DTF プリントのパウダーとフィルムに関して。で、それがね、やっぱり品質に当たり外れが出るからね、この日本のメーカーでね、開発したものがね、ぜひ欲しいですっていう感じですね。で、あとはこの機材をもし導入した時のね、保守契約ですね。このサポート、なんか石川県で書いてある。石川県能登地方。ああ、そういうことね。地震が石川県であったんですよ。震度5強だったかな。それで壊れた場合の修理に対しては、まあ出張料とかそういうのは保証しますよっていうことですね。おお、すげえ親切な会社。こういうのは嬉しいですね。で、保守料金、これだな、保守料金のご案内。で、保守料金のご案内はこちら。機種。これだね、TX シリーズ。TS。これが TXF15075。点検あり、19万8000円。年間約20万円の保守料金がいるってことだね。で、3年サポートだと、これ単純に3倍だね、1年契約の。で、4年契約は単純に4倍、5倍か。っていうことは、これ1年契約入って2年目もう一回1年契約っていうのができるのかな。確かね、エプソンのやつはね、最初に例えばこの3年って保守契約入ったら、4年目にこの1年追加ってできなかったような気がするんだよね。最初にもう何年保守契約入りますかで決めてしまったら、この1年入ったら2年目にもう1回1年分ってできなかったんじゃなかったかな。それができるかどうかもね、ちょっと確認したいところですね。ただね、この年間20万円っていうのはね、個人で細々とやるには敷居が高いね。まあでも年間2000枚ほどこの機材でプリントができれば、2000枚というか2000箇所ね、エプソンさんとのインクコストの差額で、まあ保守料金は出るよね。で、3000枚4000枚って印刷する人にとってはもう19万8000円は大丈夫な金額になってくる。だから自分でね、どれだけ使うかによって、まあこの19万8000円がね、高いか安いかっていうのは変わってくるね。で、僕の今だやっているだいたい2000枚ぐらいっていうところか。それだとね、ギリのラインだね。まあでもエプソンさんとのインクコスト代の差額でこれはできるかな。ただダイレクトプリントをね、失うっていう部分はありますね。今までね、自社製品をダイレクトプリントで作ってきた部分ね、それ全部まあ生産中止にして、全部 DTF プリントもしくは消火転写プリントに切り替えなきゃいけなくなってくるからね。まあそんな感じでね、まあ買い替えるお金もないんだけれども、もう今後のね、機材の老朽化にヒヤヒヤしてる、まあ僕のね、個人的なね、個人経営のプリント屋の独り言っていう感じでした。おしまい。